Select your character. けどミスじゃない、いやミスなんですけど、ミスなんですけど、ちゃんと最後まで諦めずにフォローしていく力、こういう力がないとやはりね、ない、そうですね、アクションゲームで上昇する。 Here comes a new challenger. Please select your character. 忍者が偽忍者、やっぱきついそうですね。おそらくあの空中攻撃の時期が、あのバッグに対してそこそこ機能する技のモーションや範囲判定をしてるのではないか、ね、やっぱ向こうの The wheel of fate is turning. Level 1. でかいジャンプが出てきた。スピード。速い。なんて一級超高。ボス師匠を突き倒し。こちら。突き倒し。シナスピード。セアニラウンドは一級超高。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 こちら。魂の剣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 。魂なんと、今あれ、僕らの中では、ね、一応、ほぼ、似たような感じで、ダブルになっちゃったんですけど、それが、僕らが、やっぱりような、ダブルになっちゃったんで、あれがついちゃったんですが、ここを始めれると、どこまで考えたら、でも、自分たちが、スライド A が足りなかった。正義は勝つ。短いと言っていますが、逃げました。戦い勝ちたい動きです。さあ、ここで速いを使って裏回りから速いを使って回ってここからダメ始めます。
向こうの反応を信頼したはずのあれでしたね。百鬼神に対してあのバングのリーダーの前も考えたんですけど、バング振り投げる瞬間やるなってちょっと下に伸びるらしいので、ちょっと運が良かったら引っかかる可能性がありますね。通常ジャンプだったら避けれるような EA に対して釘投げてると引っかかっちゃうみたいな場面が あんだけの手で伸びるんだ、可能性があるんで。レベル1ただ響きのタイミングで使ってるのだったら、まずこの方が3本長いです長いはず、どういったけ別の針に合わないです。見えまくる見えまくる、まだ青です。これ投げたよ、ミルで してしまって一人しかいないんじゃないかと。そうですね、昔バング使ってた人でもあんまり今名前一回聞いたりとかしないんで、そこでいろんなのを聞いたりとかあるんで、この程度バング以外じゃないです。そこでいざ残酷だ。こちらが本物です。
そうです。精神に、その信念を任せた時、おかげさまでさあ、クイズだけど、邪魔されましたね。早いによって邪魔をされた結果、切られた。やはり攻防一体の男は辛いようですね。攻撃に関してはじゃが、勝利のこちらに手でお茶を飲ませていく。まだコメント聞こえてこないんですけど、多分玉井さんのガーキャン漏れなんすかね。ガーキャン漏れ、やはり、ガーキャン漏れが互いに高速とうまいこと掛け合ってくるというか。あーでもこれ後に嫌な影響がないっていいんですけどね、こういうの結構こういうので勝利持ってるか持ってないかっていうのも The Wheel of Fate is turning. Rebel 1 Action. 見えますか。あっと使ってくれ。
でもやっぱこれで見てると触りに行くのが難しそうですね。勝利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 ブレイブ少女の画面だったと思ってみませんが、静かな立ち上がりを見せて、そのまま静かに静かに参加した場合の響きを深く静かに先行して Please select your character。 響き紅白The Wheel of Fate is turning! Rebel 1! Action!地面が
最速でガーキャン撃てるってことはまず絶対ないから。Here comes a new challenger. ガーキャン、me are you? Please select your character. 無理だろうな。Bang, Shishigami. 昇竜ラビのジャンプシーンまである。マジかよ。The wheel of fate is turning. Rebel one.Stop!
術か。もう敵だぞ。殺していいだ。正義の力思い知ミリ足りなかった男とミリ足りた男でしたね。今本当に全員がこれマジかどうかになってるんですけども、男子ダルマ出した本人すら今最後出した本人も怪しそうな顔する。真剣にどうするどうする。このような貧弱さでは悪は打てぬでござるよ。いやさあ足りないか足りるかなかなか難しい勝負でした。